動物と対話ができるアニマルコミュニケーターのミエさんからお話を伺うことができました。 YouTube やインスタで興味があるという声があり、今回お願いしました。お願いします。アニマルコミュニケーションについて知らない方もいるので教えてください。アニマルコミュニケーションはもともと人とね、共通言語を持ってない動物たちとの心を通わせるための一つのテクニックなんですね。で、そのテクニックを使って聞くことによってペット家族たちとの絆を深めたり、ね、ペットだけじゃなくて野生動物だったり、まあ、外で暮らしている動物たちともコミュニケーションをとって関係を良くしていったりと、そのために使っている一つテクニックです、はい、アニマルコミュニケーションを始めたきっかけは何でしたか？きっかけはですね、もともと小さい時から動物とずっと暮らしてたんですけど、自分で初めて飼ったワンちゃんを亡くした時にですね、2年間ペットロスをしまして、で、まあ、二度とね飼うつもりはないぐらい決めて落ち込んだんですけど、ご縁あって迎えた今のボストンテリアの男の子がいまして、でその子と暮らしていく中でですね、なんか犬からペットになって、ペットから家族になってた時に、なんかもっといい暮らし方ができるんじゃないかなと思って、小さい時からなんとなく思ってた動物たちと話ができるんじゃないかっていう可能性を、ね、前からかな、それからちょっと本格的にやり始めて、2年前に完全に会社員を辞めて独立して、はい、今完全にこちらだけでやっています。今までたくさんのワンちゃん猫ちゃんを見てきたと思いますが、印象深かった出来事は何でしたか？生きてる子、亡くなってる子、両方それぞれで一つずつ紹介するとなると、やっぱ生きてる子に関しては、飼い主さんが思っている通りの気持ちを伝えてくれたりとか、っていうのが多いなと思います。ちゃんと飼い主さんとコミュニケーションできてる。亡くなってる子の場合はですね、飼い主さんが思ってるほど落ち込んでなかったりとか、あとはまあ同じくらい引きずってて、なかなか、ね、旅立てずに家にいたりとか、ね、旅立てずに家にいたりの目の当たりにしたこともあります。なんでどちらかというと亡くなってる子の方が印象深いなってとこですかね。なかなか旅立てない。亡くなった子の思いや声を聞けるのは貴重な体験だと思います。ですので、いらっしゃる方は亡くなった子の思いを知りたい方の割合が多いのでないでしょうか？はい、私がもともとペットロスから始まったっていうのもあって、そういうご縁がやっぱ多いです。それはもう飼い主さんだけいらっしゃって、はい、飼い主さんと会話をしていく中で、そうですね、私の飼っていらした子の声を飼い主さんを通してお聞きするっていう感じ。はい、はい、そうです。アニマルコミュニケーションが気になっている方の中で、どんな方にセッションをおすすめしますか？やっぱペットロスの方で次迎えられていて、やっぱりこの子に対してどうしていけばいいのかっていうのが、前の子の経験をずっと引きずっちゃってて、同じことを繰り返すんじゃないかっていうふうな、どっか抱えてらっしゃる方とか、あとはある前にやっぱり来てほしい、亡くなった子のセッションが多いですけど、やっぱり生きてるうちに一緒に会話を楽しんでいて、より深い関係になってもらえたらなと思います。今日はお台場のビストロシスケでセッションもされていますが、他でもされていますか？アニマルコミュニケーション自体はやっぱりご家庭でいつもいるリラックスできる場所が一番理想的なので、なるべく、はい、自宅に伺うように調整してるんですけど、都合が合わない時は、まあ、私の方の自宅に一つスペースがあるんで来ていただいて、やってます。あとオンラインでも毎月、はい、初めてのアニマルコミュニケーションという形で、実際に、たくさんいたらちょっと質問数は限られちゃうんですけど、聞きたいことっていうのをちょっとお手軽に3000でやってますので、参加した人全員でやるので、まあ、シェアできる方になっちゃいますね。何人くらい？今のとこ 5,6 人でやってます。10人はちょっと厳しいので、やっぱり 5,6 人が限度かな。質問時間ってどれくらいですか？2時間で。2時間、はい、あ、じゃあたっぷりですね。そうですね、前半がみんなでレッスン、簡単なテクニックと、
いう形で1時間ほど練習して、でその後事前にご質問いただいた内容をその場でどんどんお答えしていって、もちろんワンちゃんにも画面上参加してもらって、でみんなで体験していくようなのをやっています。伝えたいことがあるの、何かお伝えしたいことがある、早く食べさせるだよね、きっとね、これは言いたいことはかわいい、言いたいことありますか。今キョロキョロしていろいろこう場所確認しているところからすると、なんで僕ここに一人でここに残されてるのっていうのと、まあ、そっちに行きたいっていう思いと、でその後にご飯かな。そうですか。なんでこうやってなんかまあお伝えしたいことってなると、やっぱいつもねこうだよねっていうパターンじゃなくて、その奥にあるものっていうのを一緒にコミュニケーターと一緒に読み解いていくと、やっぱ面白い世界が広がってくるので、そうですね、はい、まあぜひ体験いただけたらいいなと思います。ちゃん猫ちゃんが言いたいことがあって、いまいち読み取れないことがあった時に分かってあげられると、より楽しく一緒に暮らすことができるのかなと思います。ありがとうございました。皆さんいかがでしたか。アニマルコミュニケーションってどんなものなのか、私はよく理解ができました。セッションはココビストローシスケやみなとみらいの焼肉シスケ、ドギーズアイランドでも開催しています。詳しくは概要欄を見てください。この動画が少しでも参考になったらチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。